ビジネスフラッシュ。今回のゲストは、家族に幸運が訪れる家づくりを行っているクローバーハウス代表伊藤直樹。社名に隠された伊藤の家づくりへの熱き思いに迫る。さらに転職8回という異色の経歴を持つ IT 業界の風雲児、株式会社 CBT ソリューションズ代表取締役社長野口浩二が登場。 IT で子どもたちの教育をサポートしたいと語る野口の人生観と人材育成法とは、この後すぐ。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。二人は幸運を手に入れるためになんてちっちゃい頃四つ葉のクローバー探したりしませんでしたか。四つ葉のクローバーが何がいいか分かんなかったけども、誰よりも早く見つけたいってダダダダダってやってたね。見つけられました。まあ多分覚えてない。さばかじゃない。あやなちゃんはどう。いや見つけましたよね。でもなんか女の子はな、特にな。そうですね、夢見る乙女だったので。いや全然違うと思いますよ。はい、まあ、見つけると幸せになるなんて言われがありますけれども、今回ご紹介するのは、見つけると幸運が訪れる四つ葉のクローバーのような住宅会社になりたいと願うこちらの企業様です。近々自分の家を購入することに決めた。でも妻は毎日行っている家事で疲労困憊。最近はコミュニケーションも減っている。今は小さい子供が、成長したら勉強もさせないと、専用の部屋も作らないとな。でも自分の自由な時間が確保できる場所も欲しい。一体どうすればいいんだ。そんな悩みを解決する、家族の幸せを第一に考えた家づくりを実践している男がここにいる。クローバーハウス代表伊藤直樹。クローバーハウス、この社名の由来は、四つ葉のクローバーのような幸福が訪れる家を作りたいという思いからつけられた。そこに住む家族の生活習慣や家族構成に合わせ工夫を凝らし、一生幸せに暮らせる家を作っている。そんな誰もが羨む家作りを実際に行っているクローバーハウスの代表伊藤直樹に話を聞いた。幸せな空間作りのために方程式があるとお伺いしたんですけども、はい、方程式、そうですね、幸せなお家を作るためにいくつかポイントがあるんじゃないかなということで、まあ、それを方程式っていう形でまとめさせていただいているんですけども、それがですね、一つ目が家事楽動線。家事が楽になるということで家事楽動線。今ご家族、まあ、ご夫婦って共働きのお家って多いと思うんですけども、そうですよね、ほとんどがね。そうすると、まあ、奥様もお仕事をされながら、家事をしてすごいお忙しい方が多いんですね、で仮に、まあ、お仕事されてない奥様でも家事しながら子育てもしながらっていうとですね、なかなか時間がないと、で時間がなくなってくると人間やっぱり皆さんイライラしてきて、それが、まあ、例えば子供との接し方が変わってくるですとか、そういったことがあるかなと思いますので、できるだけ私たちの設計ではキッチンと、まあ、洗面所とか洗濯機とか近づけてですね、お料理しながら洗濯も済ましたり、で洗濯機が終わったらすぐ2階に干しに行けたりとか、できるだけ無駄のないような家事動線っていうのを作らせていただいてですね、時間にゆとりを持っていただけるような、まあ、そんなような設計をさせていただいています、現実的に、
ああ可能でしょうかね、やっぱり ね、 そうですね、組み合わせ方、そのアイデアが浮かべばね、はい、今まで考えなかっただけで、うん、なるほどなるほど、そうするとあの時間が空いてくるので、うん、子どもさんにこう笑顔でお母さんも接せられるっていうのがあってですね、うん、で今度子どもさんと笑顔でコミュニケーションが取れると、うん、夜になってお父さんが疲れて仕事で疲れて帰ってきた時にですね、うん、笑顔でお帰りなさいと、うん、まあね、はい、どんなに疲れてても笑顔で言ってほしいけどね子育てがあったりしたり、はい、一緒に働いて帰ってきたりすると、うん、ちゃんと笑顔で将来帰れますか。笑顔でお迎えできるように家事楽動線のお家を作ってくれる旦那様を見つけたいと思います。そういうことかそういうことか、でもなるほどね、うまくできてますね女性ね本当にね。具体的にお子さんとのコミュニケーションという点ではどういうところですか。はい、そうですね、あの皆さん家作りをする理由の一つとして、うん、子育てとか、はい、子供のためっていう理由も一つにはあるんですね、はい、で、じゃあ子供さんにお部屋を一つずつ与えようって考えるんですけども、うん、その背景にはやっぱ、お父さんお母さんがですね、もともと子供の頃に自分の部屋がなかったりですとか、はい、あとは兄弟と一緒の部屋にされてしまったりとかっていうことで友達とか彼女を呼びづらかったよっていうような経験があってですね、なるほどね、そんな思いはさせたくないよっていうことで、うん、じゃあ私の子供には一部屋ずつちゃんとあげようって考えられて、うん、じゃあ6畳の部屋とか8畳の部屋っていうのを作ってあげるんですけども、うん、ただ今あのスマホがあったりですとか、はい、携帯のゲーム機が、うん、もうライフスタイル変わってきましたからね子供もね、すで、うん、に、そうすると、まあ、小さな頃はそれでもまだいいんですけども、うん、だんだん中学生になったり高校生になったりするとですね、うん、もうずっと部屋にはまったまんまですね、うん、それはよろしくないな、出てこなくなってですね、うん、そうするとやっぱり家族との会話が減ってくるので、うん、だんだん家族もなんか一体感がなくなってくるっていうんですかね、うん、そうならないようにっていうことで私たちは例えばダイニングに、ダイニングテーブルの上で宿題をやれるようにちょっと広めのダイニングテーブルにさせていただいたりですとか、もしくはリビングの一角にスタディーコーナーっていうカウンターを設けさせていただいてですね、そこで子どもさんが勉強や宿題をしていただいたりとか、そうすることでまあ家族が一緒に並んで座るっていうことではないんですけども、そこにいるっていう一緒の空間にいるっていうことで何気ないまあ会話がこう交わせたりですとか、そんな空間作りっていうのをあのご提案させていただいています、うん、見えないっていうのが子育てやってて、うん、子供何してるか見えないっていうのが一番怖かったりするのよ、うん、どっちの方向に今進んでいるかわからないから、はい、悩み事なのかゲーム事なのか、うん、それありますよね。そうですね。そして3つ目がパパの居場所、これは具体的にはどういう風になってるんでしょうか。そうですね、これはあの、うん、まあ、ミシェルさんもパパだと思うんですけどもう大丈夫ですけどみんなね、もう外に取っ払ったからいいよあのやっぱり日本のお父さんって外で一生懸命働いてですね、お家に帰ってきてちょっとゆっくりしようかなって思うと、ゴロゴロしてるならちょっと皿洗いしてよとか、お風呂掃除してよみたいな話になったり、ちょっとゆっくりしづらかったりするんですけれども、でまあ奥さんにちょっとないがしろにされてるような感じを見て子供さんが育つとですね、あ、このうちの中心はお母さんなんだと、あ、お父さんはあんま大した存在じゃないんだっていうふうに思いながら育つとですね、やっぱり大人になってからも素直な子供さんに育たないっていうのがあってですね、そうだよね、そうならないためにっていうことで、小さくてもいいので、うん、お父さんのまあ書斎スペースみたいなものとか、うん、趣味のスペースっていうコーナーも設けさせていただいたりとか、あとダイニングテーブルのとこにお父さん専用の椅子っていうものを作らせていただくことで、うん、あ、お家の中心はお父さんなんだなっていうことで家族の一体感が生まれたりですね、あの素直な子供さんが育つっていうことで、あ、でもうちはそうだった、親父はそうだった、うん、もうここに親父はいつもいて、で僕おふくろ兄貴だったからな、兄貴はドカンってもう正面で、うん、親父の正面でみたいな、うん、あったよ、うん、そういうのが。クローバーハウスの特徴は家のレイアウトだけではない、それは素材へのこだわり。色合いもこうすごく爽やかな色だったり、木もありますけど、これはどういうふうにこだわりが、木で作られることも多いんですか。そうですね、あのお家のコンセプト自体が、うん、家族、優しい家族が育つような、うん、子供が育つような家っていうことでやらせていただいてますので、できるだけ
柔らかめの素材ですとか、うん、優しい気持ちになっていただけるような、やっぱりこう見るもんだとか感じるもので、はい、全然雰囲気違いますよね。そうですね、木作りいいよね、うん、いいですね、いい、あったかいって感じですね、木だと。いやいや、まあいいし、ね、うん、本当にノコギリかけちゃいてえもんな。切っちゃうんですか。ね、ちょっとログハウスっぽい、いいですね、いい匂いするよ、うん、いいですね、本当だ、落ち着く、切っていいですね、はい、いいな、はい、寒さ暑さに対応できるのかな、湿気にも対応できるのかな、うん、そうですね、お家 の、 あの湿度なんかも管理してくれるので。そうですよね、はい、こちらのタイルとかは、これ何、あ、忘れた、あ、1枚にくっついてないの。そうですね、シートになってて、あ、おしゃれ、あらららら、らこれまたこれで、こういうのは内装外壁ですか。この辺は全部中で、特にタイルなんかはですね、はい、あの、うん、キッチンとか洗面台なんかに使うんですけれども、あ、まあ、こういうのをおしゃれなのを使わせていただくと、奥様がすごいですね、家事が楽しくなるっていうのもあってですね、うん、そうですね、まあ、奥様のために作るっていうのもあるからな、うん、そうですよね、そうですね、本当にね、だから神さんって言うんだよな、だからな。毎日する作業がね、ちょっとでも楽しくなりますよね。そうですね、居心地のいい場所になると、はい、立つのも楽しくなるじゃないですか。そうだ、でもキッチンとか色合いとかさ、うん、ものでね、そういう風になるよね、でもね、はい、本当に楽しくなりますよね、うん、そうですね、はい、ちょっと華やかなだけで、うん、間に合わせの炊事場じゃなくて、うん、何かできるならば取っておきの場所としてキッチンとか、ね、一番長くいる時間をそこで使いたいってね、はい、うん、いいですね。さらにクローバーハウスでは地域貢献、ものづくりの楽しさを伝えるために定期的にイベントを開催しているのだ。ご家族が仲良く参加していただけるようなイベントっていうものをいつも考えさせていただいてますので、毎年1月にお餅つき大会、感謝祭っていうのを出していただいたりですとか、なかなか今子どもさんもお餅つきする機会って少なくなったかなと、うん、やっていただいたら嬉しいな、そういうのね、本当に。あ、そういう企画もあるんですか。あったりとか、あと夏場にはですね、山に生えてる木を、竹を取ってきてですね、はい、それで水鉄砲を作るっていうような工作教室を、あ、今ね普通に水鉄砲ってお店で売ってるかと思うんですけど、はい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 、そうではなくて自分たちで親子で作ったりっていう、まあ、家族で楽しめるようなイベントっていうのをいつも企画させて、それはもう購入された方も来られて、またこれから考えてらっしゃる方も両方来られて、はい、そうですね、基本的には立てていただいた 方、うん、メインで来ていただくんですけれども、あ、なるほど、はい、あ、そうしたら親密なこの関係にね、はい、親密っていうのを受けた方がいいか、その素晴らしい関係の築けますよね、うん、長いお付き合いでね、うん、はい、ただ立てるのではなく、その家族の思いや将来を考えて家づくりを行っているクローバーハウス代表の伊藤直樹が見据える今後の展望とは。お家って私たち基本的には建てさせていただいて、うん、お引き渡しさせていただいたらそこで一旦終わりなんですけれども、うん、家ってほとんどの方一生に1回しか建てないですよね。で、ほとんどの方が35年ローンっていうすごい長いローンを組んで建てていただいているものですから、建てて引き渡して終わりっていうことではなくてですね、その後もずっと30年40年50年お付き合いしていきたいなっていうことでですね、でもちろんその期間メンテナンスをさせていただくんですけれども、うん、それだけではなくてですね、気軽に行き来ができるようにですね、うん、まあ、オープンカフェみたいなスペースを作らせていただいて、気軽に遊びに来ていただいたりですとか、うん、あとはですね、30年40年経ってくると、私はもうかなり年になっているので、あ、そうですか、全然若いですよね。若く見えます。現役でやってられるかどうかがわからないものですから、もうちょっと会社の規模を少しずつ大きくしていてですね、うん、若い世代の方たちに来ていただいて、うん、世代交代ですとか新陳代謝っていうのをしていって、ずっとお客様のメンテナンスをしていけるような会社にしていきたいと思っています。いやー、いいね、はい、本当に四つ葉のクローバーのように夢のある話ありがとうございました、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢、美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに、販売後も経営支援をする。約束します、誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。
販売後も経営支援をするエストラボ。地中海クルーズ12日間が169,800円から。宿泊は豪華客船。日常では味わえない驚きと感動があなたを待っています。テルミクラブが厳選してお届けする6月からベストシーズンの地中海クルーズ12日間の旅、飛行機、ホテル、クルーズ内の食事すべてがついて169,800円から。転職8回。この言葉を聞いてあなたはどんなことを思うだろうか。一貫性がない、何も身につかない、というか社会人として失格だなど、マイナスなイメージを持ってしまうのが大半だろう。しかし学生時代から経営者になることを目標とし、意図的に転職を繰り返し、営業から企画、経理などさまざまな経験を重ね、現在 IT 業界の分野で注目を集める男がここにいる。株式会社 CBT ソリューションズ代表取締役社長、野口浩二。野口が代表を務める CBT ソリューションズは、IT 技術を利用し、資格試験や検定の申し込みから合格証の送付までを効率的かつコストのかからない方法で実現させている。驚異的な実績と成長率を誇っているが、なぜ代表の野口は IT 技術を試験や検定などの教育分野に取り込んだのか。そこには野口のある思いが隠されていた。年取ってくればほどやっぱその社会貢献っていう、何を自分の人生できるかっていうことを考えていくので、その中でたまたまその教育業界の転職が多かったんですよね。で実は試験団体さんとかそういう仕事をすごくやることに、なので、たまたまそういう業界にいたっていうのもあるんですけど、それをやる中でやっぱり人を育てるっていうことってすごい尊いビジネスだなっていうのを、難しいですよね。そうですね、すごい感じますし、またそれで、自分たちがそういう業界にその仕組み作りに貢献できて、そこで人が育っていけばまたそれも何ていうんですかね、世の中にとって役に立つというか、そこって無限の可能性を秘めてるビジネスでやりがいがあるなっていうのはあったので、教育業界絞って、IT と教育でっていうのでやっていこうっていうのが、この事業を選んだきっかけですね。その中でどういうことでやれるかっていうのがこう CBT サービスというのに形になっていく感じなんですけどね。お嬢様がいらっしゃって、そうですね、娘さんがお生まれになってから感じたことがあると伺ったんですけども。そうですね、娘が生まれて思ったのはですね、世代っていうのをちょっと考えるようになった世代。そうですね、やっぱり自分が、子供生まれるまでは、自分の人生っていうものに対して、どういうことをやって、どういうふうにやりがいのある仕事してどうやって死んでいくかみたいな自分の人生に興味があったんですけど、やっぱ娘が生まれてからはやっぱこの子たちが幸せに、また、女性でまた子供もそうじゃないですか、また孫ができて、じゃあこのまた孫にもいい世の中を作っていかないといけない、ちょっとそういう思いを20から60のこの働き盛りのこの世代たちっていうのは、やっぱり自分たちだけが幸せじゃなくて、次の世代、自分の子とか孫にも、いい世の中を残していくような努力をこうしないとダメというか、もう本当にそれ義務なんだなっていうことをちょっと考えるようになって、でそれなおさら教育っていうことがすごく意味があるんじゃないかっていうので、よりなんていうかね、確たる教育に何かこう意識を持ってやることができるようになったというか、そういうことを考えるようになりました。続いては150以上の団体がサービスを利用しているという CBT ソリューションズの特徴について。多分うち3つぐらい、多分あってですね、1つもやっぱ IT で、ここにまた一人に IT しても別に IT なんてどこの会社でもできるよっていうところなんですけど、実はちょっと特殊な
まあ、開発の仕方技術を持ってまして、はい、おそらく普通の会社さんがやる10分の1ぐらいの開発コストで同じシステムを作れてしまうっていう、うん、そういう技術を確立してるんですよ。なのでものすごい低コストで、うん、あの安心できる製品をこう作ることが、それも実績も正直今そうですね、多分国内で試験団体様の実績で言えばもう本当当社のレベルにある企業は多分存在しなくて、うん、はい、ぐらいの導入実績もありますので、はい、それを、はい、入れてるっていうところで、うん、まあ、そこでもう正直他社さんとものすごい圧倒的なコストパフォーマンスの差を出せるっていうのが一つ大きな強みになってます、うんうん、はい、で2つ目が先ほど言った実は47都道府県に160のテストセンターっていうのを展開、うん、全ての県にあるんですよ、うん、それを活用したまた、はい、その、まあ、全国で統一のサービスをこうできるっていったようなものを2つ目の強みとしてまして、うん、最後に、まあ、それだけじゃなくてその総合的な、まあ、試験を運営する上で必要なサービスっていうのを、まあ、総合的に例えば受験者さん の, あのコールセンターこう、うん、なんか疑問があった時に、うん、こうあのコールセンターのサービスとかをやっていたりですね、先ほど言った合格証とか、うん、あと、まあ、例えば良質の問題を作るためにどういうふうに問題を作ったら、まあ、どうやってまた合格者を判定すべきとかいったような例えば数学理論とかってするんですけど、そういう分析サービスとかそういうものとかも含めて当社で一社で全てそれができるっていうサービスを展開しているので、まあワンストップでっていうとこですね。さらに現在 CBT ソリューションズの特徴として欠かせないのは驚異的な成長率だ。継続率の高さっていうのがすごく重要でして、あの実はお客さんほとんどあの継続してくれてるんですね、創業以来ではあるので、まあ去年の数値っていうのは翌年度の初めになった時にもう達成しているような状態なんですよ。なので今年新規で契約させていただいたお客さんの分がこうプラスになって大したんで成長してる。だからものすごい右肩上がりで成長してるってこと。なので逆にうちのサービスがこう正直質が低いと解約がこう続いて、もう逆に成長できないっていう形になると思うので、なのでまあ本当にお客さん喜んでもらえるサービスをこう続けていくことっていうのをすごい大事にしていますね。やめられないってこれ一番いいっていうことですよね。大事ですよね。画期的な技術やシステムの開発によりどんどん作業が効率化されている中、 IT 業界という時代の最先端を走る野口は人が行う作業の重要性や人材育成についても強い思いがあるようだ。まあ、結局企業の質、企業の能力、キャパシティっていうのは働いてる人間の総力でしかないなって思っているので、まあどれだけ優秀な人材をやっぱり集めて、でどれだけまあその人間の質を高められるかっていうことをすごく重視しております。まあ例えば営業とかでも本当にまあ普通の企業とはちょっと違うやり方をしているというか、例えば営業マン一つとってもですね、僕はもう数でこう押し売りみたいに行く戦略って全く取ってなくて、もう本当に少人数の営業マン、もう本当ベテランですごいこうなんていうのかな、お客さんの立場で物事を考えられるような経験のある人間だけを少数でやっていて、営業マンには営業じゃなくてコンサルタントになれっていう教育をしてるんですね。で僕らやっぱりその、まあ、システムってツールですので、まあ、使いようによってダメにいいサービスでもなるわけですよ。なのでやっぱりお客さんの話をちゃんとこう聞けて、聞ける能力があって、それにどううちの製品を当てはめたら本当にこううまくいくか、先ほど言った継続率がすごく大事なので、まあ、無理に押し売りして合わないものを入れてお互いに不幸にとかなりたくないんですよ。なので本当にぴったり合う、それをどうやってやれるか、そういうのをちゃんと考えられるような、でお母さんの話をちゃんと聞ける、そういうような人間をすごく大事にしているので、なので IT って言いましたけど結局は、まあ、なんかその人間性というところをすごく大事にしていまして、まあ僕らは特に試験団体様の仕事をやってる会社なんで、本当に B2B というかそこを支える会社なんですよね。なので
やっぱり須田さん考えてることをやっぱ吸収できない形でやっていると、まあやっぱりなかなかうまくはいかないし、お客さんにも満足してもらえないし、実際それを受ける受刑者様にもいいサービスがっていうふうにならないので、やっぱその辺をきちんとこう真摯に向き合ってやれるような会社でありたいな、そういう教育を社員に非常に意識してやってるっていう感じですね。過去のさまざまな経験を経て、現在 CBT ソリューションズの代表を務める野口浩二、彼が抱く今後の展望とは。まあ、生涯をかけてやれることをやっていきたいな、積み重ねていきたいなっていうふうに思ってるんで、今はその試験を委託、まあ、システムを作ったり運営ができるっていうところの会社なんですけど、まあ、もっとこうそのサービスの領域を広げて、もう品質も上げたいし、もっと何ですかね、例えば資格を取った人たちが、まあ、勉強した人たちが世の中で活躍できるような、そういうようなマーケットに対しての、まあ、お手伝いができるような事業を始めたり、この教育した人たちで活躍できる、まあ、なんかそういう仕組みとかの事業を始めたりですね、まあ、そういうことをやることによって須田さんの悩みであったりもすると思うんですよ。そういうのをサポートだよな。そうですね。なのでまあ、やっぱり僕業者っていう言葉が嫌いで、お仕事を流す時に、うん、まあ、業者にっていう、僕たちは業者じゃなくてパートナーになりたいんですね、一緒に物事を考える、はいはい、ただまあ仕事を言われたことやってるだけだと、うん、まあ、そういうなっちゃうので、まあ先生の悩みをこう解決できて、それがやっぱ世の中の役に立つような、まあ、そういう事業をいろいろやっていきたいっていう思いがありますんで、はい、まあ、先ほども言ったそれをやるためには、まあ、そういう志のある、まあ、若手の特にですね、そういう人たちに集まってもらいたいなと思ってるんで、やっぱこのテレビを見てですね、はい、まあ、僕の言葉に少しでも感じてくれた人、はい、まあ、あと、まあ、いい日本作りたいみたいな志のある若者いたら、まあ、ぜひうちの門を叩いてほしいなと、もう皆さんで欲しなかった、はい、はい、もっともっといい会社を作って、はい、世の中に役立つ仕事をやっていきたいなっていうふうに思っていますので、はい、ぜひ応募してきてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、今後さらなる発展も期待しております、うん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいな。ビジネスブックコレクション。通販ビジネスは流行の手法だけに目を向けていたのでは成功しません。一番大切なことはマーケティングのもっと大枠の全体設計図を熟考し、正しいステップと正しい順番の打ち手を踏むことです。これができるとダイレクトレスポンスマーケティングという戦略も絶大な効果を生み出す武器へと変貌を遂げるのです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、伝説の通販バイブル。この本を書いたのは10億通販塾の西村浩二さん。通販ビジネスを年商1億円以上にしたい経営者、もしくは担当者の方向けに億超えを達成する方法論を解説しているバイブル本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。